どうも、視聴者さん。みやびホビーです。というわけで、はい。ズゴックね。ズゴックね。この動画、見るこの動画一緒に。この動画さ、4年前の動画なんだけどさ、上げた動画で。ズゴック作ってよ。ズゴックイ作ってよって動画な。4年経って320回しか回ってないってもう最悪だよね。で、これなんだけどさ、久しぶりにさ、久しぶりっていうか初めてのコメントなんだけどさ、アップして4年目にして初めてのコメントなんだけどさ、ズゴックですよ。ズゴックじゃなくてズゴックですよっていうね、あー、そうだったかーみたいなさ、知らなかったーみたいなさ、そうかーみたいな、すんませんって感じなんですけどね、はい。だってさ、ゴックっていうさ、モビルスーツいるじゃん。さすがゴックだ、なんともないぜみたいなさ、ガンダムのハイパーハンマーを受け止めるっていうね。ねえ、ズゴックと、ゴックって被るじゃん。なんか涼しそうだしね、夏だしね、みたいな。これなんだけどさ、ねえ、いや、かっこいいなーと思っててさ、ズゴックいいかっこいいなーみたいな。って思って作ってたんだけどさ、ねえ、かっこいいよね。ね、かっこいいよね。ズゴックさ。まあでもあんまりもう、ちょっとガンプラあんまり作る気ないんだけど。それにしてもね、この、ズゴックいいね。腕のね、腕の合わせ目消しが意味わかんなかったね。こんなんどうやってやんだよ、みたいなさ。と思いながらちょっと頑張ってたんだけど、思い出すね。懐かしいな。そんな感じ。みんなもね、はい。まさかまさかね、ズゴックだと思ってたけど、ズゴックでしたっていうね、はい。ちょ、間違ってる人、俺の他にもいっぱいいると思うけど、そんなのいねえよってか、いねえかよ。いないかもしれんけどね。もしね、はい、勘違いしてる人いたら、そういうことですよ、みたいな。ね、アップして4年目に気づいた真実っていうかな。俺がズゴックってモビルスーツ初めて知ったの、いつ？もう覚えてねえな。普通に小学生の時から、わからん、覚えてない。覚えてない。ズゴックっていうモビルスーツ自体は、もう小学1年生ぐらいの時には知ってたけどな。知ってたけど、ズゴックじゃなくてズゴックってのは最近知った。なぜな。なぜ知らなかったっていうね。はい。そんな感じを周知するっていう動画でした。面白いよね。はい。ね。はい。ガンダム奥深いでございます。ダインズゴックいいね。ズゴックエクスペリメントだからね。ズゴックエクスペリメント略してズゴックだっけ。ズゴックいいだからね。はい。そんな感じです。はい。面白かったと思ったらね。はい。また見てくださいね。バイバイ。お達者で。